クレーグ・ウォルター・ブラゼルは、アメリカ合衆国アラバマ州、モンゴメリー出身の元プロ野球選手、ジェファーソン・デイビス高校在学時から飛距離のある、バッターで、高校通算130本くらい打ったと豪語する。当時は、アメリカンフットボールのクォーターバックも掛け持ちしていたが、試合中にタックルを受けて、膝を痛め、野球に専念した。1998年6月2日に、 ニューヨークメッツからドラフト5巡目で指名を受け、同4日にメッツと選手契約を結んだ。入団年はマイナーリーグのルーキー級のチームである GCL メッツで13試合に出場して打率。298.1本塁が6打点という成績を記録した。一方、守備面では一塁手としての試合出場が主であったが、保守としても2試合に出場している。 プロ入り後に保守として試合に出場したのはメジャーリーグを含めてもこの2試合だけである。1999年は同じくルーキー級キングスポートメッツでプレー、本類打こそ約10試合に1本のペースとなる6本類打に止まったが59試合の出場でヒットを85本放ち385という高打率を残した。2000年は A 級 キャピタルシティボンバーズでプレイし、自身初となる100試合以上に出場した。前年に400近い打率を記録していたが、この年は打率241.8本類が57打点という打撃成績に終わった。2001年もキャピタルシティでプレイしたが、出場試合数は30試合近く減少し、83試合にしか出場できなかった。しかし、打撃面での成績は、 打率308.19本塁打72打点と大幅に上昇し出場試合数が減少したにもかかわらず多くの部門で前年を上回る数字を残した2002年にはアドバンスド A 級セントルーシーメッツに昇格打率こそ302は及ばなかったものの100試合で16本塁打を放ち2年連続で15本塁打以上をクリアその後に A 級 ビンガムトン・メッツでも35試合で6本塁打を放った。この年は2チーム合計で打率276.22本塁が101打点という打撃成績を記録した。2003年もビンガムトンでプレー111試合の出場で打率292.17本塁が72打点という成績を残し、 シーズン終盤に 3A 級ノーフォークタイズに昇格し12試合に出場した。2004年は松井和夫の故障者リスト入りに伴い8月17日にメジャーデビュー。この年はメッツで24試合に出場して打率。265.1本塁打、3打点という数字を記録。なお、この年に放った本塁打はメジャーリーグにおけるブラゼルの唯一の本塁打である。一方、 マイナーリーグでも絶えずで、単独のチームでの試合出場としては、自身のマイナーリーグ記録となる123試合に出場、2年ぶりに20本以上の本塁打を放った。2005年も、ノーフォークでのプレーとなったが、52試合の出場で、打率、249.6本塁打、28打点と、結果を残せず、同年の10月15日にフリーエージェントとなった。 2006年3月7日にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結び、参カの 2A 級ジャクソンビル・サンズでプレー、20本塁打と90打点をクリアしたが、一方で打率は252さえ届かなかった。10月15日に自身2度目のフリーエージェントとなり、12月13日にカンザス式ロイヤルズと契約。2007年は3年ぶりとなる。 メジャーリーグでの試合出場を果たしたが、わずか5試合の出場に終わり、放った人も1本だけであった。一方、マイナーでは 2A 級、ウィチタラ・ラングラーズで7本塁打、3A 級オマカロイアルズで32本塁打を放ち、通算で39本の本塁打を記録し、この年のマイナーリーグ全体の本塁打王となった。2007年12月4日、埼玉西武ライオンズ。 への入団が発表された。推定年俸1億円の1年契約。オリックス・バファローズに移籍したアレックス・カブレラの穴を埋める選手として期待され、背番号もカブレラがつけていた42を受け継いだ。真面目な性格で、当時打撃コーチだった大久保博士元から積極的にアドバイスを聞くなど、日本球界へ積極的に溶け込む姿勢が見られた。 2008年開幕から4番を任され、3月は不調だったものの、4月に入ると好調に転じて17打点を挙げ、チームの首位浮上に貢献した。5月に入ると打率が174と急落したが6月に復調し、打率344.6本塁が21打点の活躍で来日1年目の外国人選手としては2003年の ルーズベルト・ブラウン以来の月間 MVP を受賞した。この受賞と来日して以来自宅から西武ドームまで西武鉄道を利用して電車通勤していたことから7月8日に西武鉄道が実施する西武ザ・アースキャンペーンのイメージキャラクターに選ばれた。打球方向が右翼に集中する傾向が強く後半戦は ブラゼル対策として極端に右翼側に守備が寄るブラゼルシフトが各球団に浸透したこともあり低打率にあえいだブラゼルの成績は徐々に低下し量産していた本類がもう8月下旬からは一本も打てなくなった8月22日の対福岡ソフトバンクホークス戦で空振りしたバットがすっぽ抜けフェンスを越えて一塁側スタンドに飛び込んで観客が怪我をするという事故が 起こり、ブラゼルもこれで右肩を痛め登録抹消となった。復帰後は、定位置であった4番を外れ6番で起用されることが多く、時にはスタメンを外れることもあった。9月23日のタイト北楽天ゴールデンイーグルス戦で、浅井秀樹から背中に、さらに10月4日にまたも、大楽天戦で、北に久みから、右側頭部に支給を受けて交代し、 日本シリーズの登録枠からも外れてそのまま帰国した。ヒラム・ボカチカともに、翌年の契約は、クライマックスシリーズと日本シリーズの活躍次第であると、フロントから通告されていたが、結局両シリーズに出場できず、頭部支給による故障から復帰の目処も立たなかったことから、11月14日に対談が決まり、11月19日に、マット・キニーと共に自由契約工事された。 2009年は、ボルチモアオリオールズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加したが、解雇されメジャー復帰はならなかった。複数球団からマイナー契約のオファーがあったが、独立リーグアメリカンアソシエーションのセントポールセインツに入団、開幕から6試合で打率。556.4本塁が11打点と、好調だったところ、打撃不振の新外国人。 ケビン・ベンチの代役を探していた、阪神の目に留まり、5月28日に正式契約。背番号は、当時秋番だった、67になった。西部時代にすでに他球団に攻略されていることから、当初は、西部監督の渡辺から日本での活躍について、否定的な発言をされていたが、6月5日に一軍、登録されると、同日のオリックスとの交流戦で、 金子千尋から遺跡後初の本塁打を放った。同13日の対ロッテ戦で、右すね、左膝、左内ももと3球連続で自打球を当てたが、その次の球を本塁打にし、この試合を含む4試合連続本塁打を放った。7月には、球団外国人 OB のランディバースからアドバイスを受けた。この月は、本塁打数こそ減ったが安定した成績を残し、8月に、 なると、また調子を上げた。米国で長男が生まれた8月26日の対、横浜ベイスターズ戦では、プロ野球18人目となる1イニングに本塁打を放った。阪神では1982年の掛布正幸以来で、外国人では1969年のウィリー・カークランド以来である。9月に、右膝の肉離れを起こして離脱し、復帰後も、 怪我の影響で時折スタメンを外れたり、なかなかヒットが出ず、怒りをあらわにする場面もあったが、打撃は徐々に復調し、10月の対東京をヤクルトスワローズ戦で、本塁打を打つなどチームの3位争いを牽引した。結局この年は、全試合の半分ほどの出場数だったが、打率290.16本塁打の好成績を残し、全くの期待外れに終わったメンチの穴を埋めた。 阪神では主に6番を打ったが、オールスターゲームまでは不審の荒井隆弘に代わって5番を担った。この年には途中入団にもかかわらず、タオルや T シャツなどのグッズが制作された。ブラゼル自身の野球道具にもひらがなで、名前が書かれているため、2010年から販売された、選手内裏の応援用タオルには、ひらがなで、ブラゼル67と印刷されている。シーズン終了後10月10日に、 アメリカへ帰国する際、生涯、阪神で選手を終えるくらいの気持ちでいると残留を、熱望し、阪神への思いを語った。12月12日、年俸8、0円の1年契約で2010年の契約を結んだ。なお、この年のブラジルの応援歌は途中入団であったことと、それまでの阪神の外国人選手の大半が、期待外れに終わっていたことから固有のものは作られず、 汎用曲のヒッティングマーチ2番が使われていた。2010年のシーズン開幕前にブラゼル専用の応援歌と外国人用の汎用応援歌が作られた。2010年は開幕から好調でマートンと共にチームを牽引した。6月19日の対横浜戦で大家友和から本塁打を打ち、両リーグ一番乗りの20号を記録。 阪神では1990年のラリーパリッシュ以来5人目であり、ブラゼル自身は西部時代の2008年にも記録しているので、両リーグで記録したのは阪神在籍の1975年と西部在籍の1983年に記録した田淵光一以来で外国人選手では初である。同月29日には3打席連続本塁打を放ったオールスターゲームにも 特別枠で選出され、第2戦では本塁打も放った。9月1日の対横浜戦で1986年に記録したバース以来となる、スケット外国人に40本塁打を記録し、一時は本塁打大争いのトップに躍り出た。海に沈んだ広島東洋ガープ、横浜との試合には強かったが、上位の中日ドラゴンズ、巨人戦を苦手にしたため、 上位チームとの試合が続いた終盤に調子を崩し、最終的にアレックス・ラミレスに本塁打王を譲ったものの、自己最多の47本塁打で2位となった。2010年の公式戦では、自身が本塁打を打った際、ベンチ前でナインが出迎えるときに、カツラギ・イクオが必ず列の最後部、その手前には浅井両が立ち、浅井とは一緒に一礼してから両腕をお互いに、 腰の位置で引き合うポーズを、カツラギノとは両腕を上げながら、ブラゼルは左足、カツラギノは右足を上げるパフォーマンスを行っていた。後に、トラッキーや関本健太郎も加わるようになったほか、オールスターゲームに出場して、本塁打を放った際には、久保康とも、ジョージ・マケンジ、藤川球児といったチームメートのみならず、巨人のラミレス、安倍、中日の和田和弘も参加していた。 シーズン終了後に阪神と2012年までの2年契約を結んだ。2011年の年俸は2億円出来高で、2012年の年俸は変動性となる。2011年はこの年から導入された統一級の影響で極端な投げ高打定のシーズンとなる中、ブラゼルも例外ではなく4月は打率。196本類打レートで遅れた。 その後は調子を戻して6月7月は月間打率が3割を超え8月20日の対横浜戦では真田祐希から通算100号本塁打を放ったしかし直後に右大対二等筋の筋座章で1ヶ月弱戦線離脱し打率は282と過労時で一定の数字を残したが本塁打は前年の約3分の1となる16本にまで落ち込んだ このことから残留が微妙という報道も流れたが、約2割減となる年俸1億後、600万円で2012年も残留することになった。2012年は、本来保守である城島が、肘や膝の故障の影響で、ブラゼールと併用の形で一類に専念することになり、双方の出場機会を増やすためにキャンプから外野手の練習も行った。実際に4月8日と22日の2試合で、 ブラゼルは左翼種、上島は一一種で同時に先発出場し、公式戦では実現しなかったが、オープン戦では右翼種で先発出場したこともある。また、左翼種で先発出場したオープン戦期間中の3月6日には、内川聖一の接種もあって、自身初のランニングホームランを放った。5月に上島が故障の悪化で、登録抹消されてからは、 ブラゼルの外野起用はなくなったが、前年以上の打撃不振で打率が悪化したことに、加えて、荒井良太の台頭、さらに右肩の不安を抱えていた、荒井貴弘が一類一種のみでの起用になったことで、7月以降ブラゼルの出場機会は激減し、8月3日には、阪神では故障以外では、初めての二軍落ちとなった。その後最昇格はしたが、 荒井高広との二者択一での一類企業のために、スタメンの機会は限られて目立った結果も残せず、今後の出場機会がないという理由で9月16日に再度登録抹消され、18日にアメリカに帰国、10月15日に球団から翌年の契約を結ばないことが発表され、10月18日に自由契約公示された。 千葉ロッテ時代2013年シーズンは2009年に1週間だけ、所属していたセントポールセインツに復帰しプレイしていたが、同年6月22日、ロッテが獲得を発表した。当時ロッテは、ジョシュホワイトセルが怪我で離脱したことに伴って、長距離打者の補強を目指しており、ロッテ関係者が視察したセインツの試合で、満塁本塁打を打っていたことや、すでに、 日本で実績を残していたことが決め手になった。同月29日に入団発表が行われ、背番号は32となった。応援歌は、ホセカスティーヨの物お菓子を変えて流用され、応援時の故障は、阪神時代に引き続き、ブラッツとコールされる。7月9日の対オリックス戦で、5番指名打者のスタメンとして遺跡後初出場。 この時の相手先発投手は金子千尋で、西部、阪神に続き、ロッテでも入団して、最初の対戦相手が金子となった。7月16日の対ソフトバンク戦では、寺原隼人からライトスタンドへ移籍後、第1号本塁打を放った。この年は62試合の出場ながら、昨季の12本とほぼ同じ11本塁打を記録した。この年優勝を決めた楽天との、 クライマックスシリーズでは第2戦に決勝ホームランを放った。2014年は開幕戦のスタメンを外れた。一類種には井口忠人が前年同様起用され、4番指名打者にはルーキーの井上春地下が起用されたためである。7月14日の対ソフトバンク戦でジェイソン・スタンリッチから頭部に支給を受けて途中交代し、翌15日に登録を抹消され、 7月30日に、素形ヘルニア手術のため、アメリカに帰国した。結局シーズン中に復帰することはなく、この年はレギュラーで出場する機会が与えられず、35試合の出場で、276.4本類が14打点にとどまった。10月31日に、球団から翌年の契約を結ばないことが発表された。12月2日、自由契約公示された。 2015年8月に現役を引退することを発表した。打撃ではパワーを持ち味とし、西部時代に故障でファーム調整していた際に、西部第二球場に隣接する室内練習場で打撃練習をしていたところ、飛距離150メートル超えの大飛球を連発し、球場の窓を破壊、また2008年6月27日に埼玉県営大宮公園野球場で行われた。 対ロッテ戦では、ナックファイブスタジアム大宮のピッチまで届く場外、ホームランを放った。セーブ代は、右方向に極端に引っ張った打球が多く、また、内角に弱点があったが、阪神移籍後は、当時打撃コーチであった和田豊の指導により、引っ張りだけでなく、逆方向へもホームランを放つケースが増え、どのコースにも対応できる柔軟さを身につけた。また、 不利なカウントに追い込まれると、グリップを余す打撃スタイルへ切り替えられる柔軟な思考により、巧みなバットコントロールを生かし左方向への軽打を見せることもできる。初級から積極的に振っていくスタイルで、死球は少なく、2008年は521打席で30個、2009年は295打席でわずか8つであった。左投手には日本での通算打率。 243得選しているが、右投手に対して、ブラゼルが西部に在籍していた2008年当時の楽天監督だった野村克也は、ブラゼル攻略法として、右投手であれば、しっかりスライダーを落としておけば間違いなく三振すると、選手に話して実践させていた。そのため、ある試合で、田中正宏、島元宏のバッテリーが、不意にストレートを選択して、ブラゼルに、 特大の本塁打を打たれた時には、野村は思わず、怒鳴り倒した。このように、西部在籍時に弱点が明らかにされていたにもかかわらず、阪神在籍時の2010年に47本塁打、117打点の好成績を残すことができたのは、しっかり落とされるスライダー対策として、膝の下に紐を張って、それより、下のボールには手を出さない練習をするといった努力があった。 守備では、守備範囲は狭いが、グラブ裁きは巧みで、ショートバウンドの送球をうまくすくい上げる技術を備える。他、バントシフトで一塁から猛チャージをかける一面も見せる。2010年のセリーグゴールデングラブ賞一塁守部門は、該当者なしだったが、最多得票を集めたのはブラゼルであった。総類では上記にもある、高校時代のアメリカンフットボールの事故により、 左膝に古傷を抱えていることもあって一塁到達は5秒台。中盤と足が遅く、チームがリードしている時にはダイソーを送られることが多いが、2012年3月6日のソフトバンクとのオープン戦では、中堅守の内川誠一が、打球処理を誤って、ボールを蹴り飛ばしたため、ランニングホームランを記録している。息子のミドルネームに、コシエンと名付けている。大の牛丼好きで、 知られており、オフでアメリカに帰国した際にニューヨークの吉野家を訪れたという画像をインターネットで公開するほど入れ込んでいた。日本とアメリカで牛丼を食べ比べたブラゼルは牛丼を語れるプロ野球選手として日本の方が美味しいと答えている。また、その影響もあり、ロッテ時代にはブラゼルパワースタミナ牛丼が発売された NPB 初記録その他の記録。 ありがとうございます。